皆さんどうもピーマンドウエスというわけで、今回の実況から5年目シーズンの交流戦が開幕いたします。よい、普段戦わないパリーグとの対決になるからね。どっちかといえばこの交流戦って基本打ててないので、まあ、この5年目はね、流れに乗ってここまで打率もいい、ホームランも出てる、打点もすごい、月間 MVP もね取ることができましたから、4月の部門でね、この勢いに任せて5年目はたくさんのヒットホームランをこの交流戦でね打っていきましょうよ。交流戦の開幕戦はロッテ戦になりますね。ロッテは別に打ってる方じゃないかな、特別苦手っていうわけでもない。まあ、涌井さんとかももううちに来てますからね、あの大谷じゃない大谷までも来てますから、いろいろとねロッテから巨人は選手を取ってるんだよ。クルーズだってそうだし、3人取ってるかな。ごめんね、撮ってるというか勝手に来ちゃってるというか居心地がいいんでしょうね。ただ雨が降ってるのか、やりたくねえな、こんな球場で。この球場で雨降ってるって相当風強いんじゃないの、やだね。海大荒れだろこんな。防御率も 4.08、 交流戦の開幕戦にこの手のピッチャーをぶつけてくるかね、よくわからんね。そんなに打ってほしいのかな。じゃあ打ちますよ、遠慮なく。投げた、決まってストライク。次は4球目、投げました、外れた、ボール、完全なボール球、カウントは3ボール1ストライク、投げました、えい、フォアボール、打つ球がなかったね、逃げたね。まあわかるよ、月間 MVP 取ってますから勝負するのがバカらしいわな。通算102塁打まであと7本とこれリーチかけてますからね。まあ、今回の実況で達成というのはなかなか厳しいと思うけど、この交流戦中に達成はしたい、できればね。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。大見でランナーの動きを警戒しています。投げました。直球ストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから第4球を。おー、イエーイ。今でもホームランじゃないとダメだよ。ねえ。完全なる失投だったもん。シングルじゃんダメだな、俺みたいなバッターが。まあ、とりあえず交流戦初ヒットセンター前だね。一塁へ牽制球を送ります。投球これから2球目、決まってストライク。第3球はボール、カウントは2ボール1ストライク。投球これから4球目、ボール、これは完全なボール球、カウントは3ボール1ストライク、投げました。あら、外れた。ちょっと待ってくれ、今日ここまで一度も凡退してないぞ。勝負してくれんな。3打席の1安打に2個のフォアボールか。見送ってストライク。こう出塁率上げ上げタイム入ってるね。ボールカウント1ボール1ストライク。一塁牽制、タッチはセーフ。第3球を投げた。外角高めの直球はボール、カウントは2ボール1ストライク。危ない球。ファーストランナーをちらっと見て、まただ。おい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 、なんだこれ、1試合に3つはこれ今季初めてだよ。キャリアの中でも結構珍しいことよ。今日は一度も凡退せずいけるかもね。危ない球。第3球を投げた。スプリット決まってストライク。バッター追い込まれました。投げました、ボール、カウントは2ボール2ストライク。ボール、はっきりしたボール球、ボールカウント3ボール2ストライク。投げました。あー、どうだ、落ちるんじゃねえか。どう、くっそ、ここもヒットなら全打席出塁2安打と言ってたんだけどね。まあでも今日は、1打数の0安打で、あ、じゃない、2打数の1安打で3つのフォアボールですか。珍しい4出塁の大活躍だよ。それはチーム勝てるわな、得点にもたくさん絡んだと思うし。いやもういいね、今季これだけの数字を残せてるのはね、多分ボールを見てるからだと思う。ボールを見れてるからだね。だからここまでの数字ホームランを打ててる。去年はもう何でも手出してたからね、初球打って、もう次は初球打つなよって言った次の打席でも初球打ってたからね。それでヒットなら構わんよ。クソみたいな凡退を繰り返してたから何が面白いのか分かんねえよ。見ることって大切だね。そういうことですよ。これいけるね、これ交流戦成績上げれるね。3割いくんじゃないですか。
ホームランもたくさん打たないとね、止まらんよ俺は。まずは一塁牽制、タッチセーフ。鳥羽さん毎回出塁してるような気がする。投げました。常にいるよね俺の打席。一塁へ一つ牽制球を送りました。で足速いからめっちゃ盗塁警戒されるんだよな。投げました。危ない球。正直ねちょっとこういう牽制が多いと集中できねえんだ。投げました。危ない球。またこれちょっとフォアボール狙いでいってみるか。投げた。ちょっと待ってくれお前、2試合で4つだぞ、異常だろこの数字。柳田みたいになってんじゃねえかお前。警戒されすぎて勝負できないっていうね、勝負になってないっていう。投げた。アウトコース低め、シュートは外れてボール、大きく外れました。カウント1ボール1ストライク。投げた。ボール。カウントは2ボール1ストライクです。投げた。完全に外れた。おいおいおい、これまたすか、どうなってんだ。投げた。直球によって。さすがにね、ツーストライクまでは持ってくるでしょう。投げました。ああ、いかんぞ、今ボールだ、ボールからボールだ、ストライク要素なかったよ。こういう球に手出したら怖いんだな、とか。投げました。外角低め、しっかり見ていかない。今のはもう完全俺のミスだね。2個目のフォアボールだったよ。カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました。ストレート見送ってストライク。第4球を投げました。うわー、どうだ、長打は期待できんか。あー、ダメだね。あれ、木どころじゃねえか。ロッテに移ったのか。まあ、ソフトバンクのベンチはあれなんだね、他の球団だとスタメンレベルなんだね。そら強いわな。まあ、気どころも交流戦だけ打ってね、あのパリーグのリーグ戦が始まってから全然打ってないからね、何だったんだってあれはなってますよね。今今季のあれは何だったんだ大賞に選ばれると思うよ、気どころのあの格変は。あー、ダメだ、ボール無理かな。結局今日は1個のフォアボールのみか。もう一回来るか。いや来ないね。沢村が200セーブを達成だって。でも俺は評価できないね。で次のロッテ戦でもう今季の対決はあと日本シリーズのみとなりますからね、後悔のないように戦っていかないと。今のところ2試合連続出塁だね。フォアボールが多い、2試合で4つだからね。まともに勝負してくれね。ちょっとビビりチキンすぎるね。チキン球団と呼ぼうか。もうこれ3試合連続で雨降ってんじゃねえか、最悪だな。何も盛り上がらんよ。ジャイアンツの攻撃に入ります。長打は出てないからね、一発長打打ちたいよな。初球ストライクから投げました。うわー、早いわ。ミートバッチし、タイミング振り遅れ。投げました。見送ってボール。カウント1ボール2ストライク。投げました。あー、清田余裕があります。清田掴みました。これでは、お、得点圏か。第9アタックポイント。そう、点差あるから別にそんなアタックポイントでもないと思うけどね。セカンド牽制球で逆転する流れでもねえし、もっと別のとこにあったんじゃない、アタックポイントは。これ凡退したらちょっと相手チームの流れがいってね、あの能力がアップしますからね。逆にこっちが打てばこっちが能力アップするので流れを作りたいよね。あー、どうした。結局ここまであの失投以外打ててないな。大展開で迎える6回です。今日はライトフライとセカンドゴロ、初球に送ってストライク。1球目ストライクから投げた。はい、いただきました。雨の中の豪快な一発、どこにぶち当たった。ほう、クリーンに当たったと思うわ。映ってなかったけど、映せや。今季13号いただきました。えい、超巨大なソロホームランだ。ただこれ初めてかもしれないね、これだけの点差空いてる中でホームラン打ったの。ここまで打った12本っていうのは全部1点差とか同点にできた場面とかね、逆転の流れとかそういう場面で打ってきたからね、初めて。ちょっと、まあ、無駄なホームランではないですけど、これだけの点差が空いた中のホームランだ。逆にすごいでしょ。セカンドランナーちらってみた。はい、いただきました。これは逆転のホームラン、2打席連続。オーマイガー、
雨は降ってますけど私は誰よりも元気ですよ。ねえ見てよこれ、やっべ、止まらない男。ほんでチームは同点かい。嘘だろ、あれが決勝点にならなかったよ。追いつかれてんじゃねえよお前、ふざけんなよ。なんでいつも俺の頑張り無駄にするかな。せっかく2本打ったの全然気持ちよくねえや。投げました、ボール内角低め、ここはよく選びました。カウントは2ボール1ストライク、ストライク。まあ、3打席連続打ちゃいいだろこうなったら。投げました、打ちました、ファールボール。次が6球目、投げました、うわー入ってる、うえーい、チームさよなら負け。いやもうこの瞬間俺は決意したね、 FA でこの球団を出ていくということをね。ダメだわ、ここから追いつかれてんだもんね。もう恥を知れバカタレーが。ふざけるなもふざけるなですよ。こんだけの活躍して決勝点だって勝利打点上げたんだって喜んでたら同点に追いつかれてる。これ沢村じゃないかな、打たれた。さっきの試合で通算200セーブを達成したけど俺は評価できないって言ったよね。理由はここにあるんですよ。早速分かったでしょみんな。何？あ、これババアの誕生日じゃねえか。これでババアと結婚してから何年目だ、3年目くらいかな、全部忘れてるっていうね。そら夫の誕生日にプレゼント粗末なものしかくれんわな。夫の誕生日に10万円の時計しかくれませんでしたからね。あの時だって1億円プレイヤーだったので、ね、もっと100万くらいの時計買ってくれてもいいと思うんだけどね。自分はねちょっと散歩ついでに外出るかのついでに100万のバッグ買ったりするからね。まあ、誕生日を忘れたのでそういう扱いを受けてもしゃあないかな。3年連続で妻の誕生日を忘れる、もう離婚でしょう。ありえないね。さて楽天3連戦がこれから始まるね。則本防御率 4.89、 衰えたな、衰えぬしているにしては早いような気がするけど、もう楽天のエースではないんじゃないのこれでは。投げてる球は超一球だけどね。うわー何をしとるんだい、どこ振っとるんだい。今日の第一打席はスイングアウト、投げた、見送ってストライク。投球これから2球目、ボールアウトローへ、カウント1ボール1ストライク。第3球は3球目ストライク、追い込んでから投げた、うわーチェンジアップ、落ちんじゃねえのかよ。マジか、チェンジアップまで持ってんのかい。やっべ、ここまで2打席連続三振、ボール1球外してきました。今日1回も打ててねえよ。またチェンジアップ、どうすりゃええねんこれ。うわチェンジアップアップかと思ったフォークで、フォークかと思ったチェンジアップなんだ。投げました、危ない球。投球これから5球目、アウトコース低め、外れてボール、カウントは3ボール2ストライク。投げました、よっしゃー、とりあえず1本打てたね。これで4試合連続出塁だ。ふう、1本打つこと大切よ、流れを途切れちゃダメ。2対1、うん、チームも勝ったしいいでしょう。うん、正直手足出なかった感じだけどね、最後に1本打てたんで則本からね。分かりづらいわ、なんでこんなボール投げてて防御率4点台なのか理解できないね。パリーグはレベルが高すぎるよ。三振それ重要、別に三振だっけ、いいんじゃない、1本打ったんだからね。三振は別にいいでしょ、凡退するにしても三振かね、別にゴロかって別にそこまで変わりないしね。三振したかどうかそこまで重要じゃないと思う。おお、いきなり得点圏、燃える展開だね。ありがとうございます、当然打たさせていただきます。第2球投げました、危ない球、ただ2アウトだ。第3球直球ストライク、第4球を投げました、打ちました。嘘だろ、危ない危ない、ファールで助かった。さあ投球は5球目、ほい、イエッサー、オッケー、菊池なら危なかったとこだね。でも楽天に菊池ちゃんはいないから助かった。いきなり打点上げました、これで5試合連続出塁だ。
安打で言えば3試合連続安打かな。第2球投げました、ストライク。第3球を投げた、スライダーボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた、内角へストライク。第5球投げた、インコース。うわっ、打てません、手も足も出ません。ジャイアンツ追う展開で迎える6回です。投げた、ボール。一塁牽制球を送ります、一塁タッチセーフ。もう一回一塁へ牽制球。第2球完全に外れた、ボール。2球目も外していきます、投げた、打ちました。ウェイ、ダメダメダメ、あれをライナーにしてるようじゃダメだわ。外野まで飛ばさないと。クローザー松井裕樹、これ何気に初対決じゃないかな。ここまで対決したことなかったからね。ほら、初対決だ。第2球、まだクローザーやってんのか。投げました、先発で使ってもいいと思うけどね。カウントは2ボールノーストライクです。もうクローザー確定だね、ここまで5年目まで。投げました、ストレートは。松井裕樹はこれでプロ6年目くらいになるかな。6年目まででクローザーやってたらもう確定だわ。投げました、ストライク。ここは守護神として頑張れ。第5球投げました、見送ってストライク。簡単にフォアボールは来ないよね。投球はこれから6球目。ほい、よーし、マルチアンダー、いただき。初対決で初ヒット、いいバッティングを見せ。そんな真ん中に来るチェンジアップはそら打てるよ。まあ、チームは負けたんだけどね。いやー、気持ちいいね。連続で安打が続いてるし、出塁も続いてる、打点も挙げられたし、言うことなし。次行きましょう。第1球投げました、危ない球。第2球、はい、いただきました。これは言ったでしょう。ポポポポー、今季第15号、安楽から打たさせていただきました。ちなみに安楽は僕の出身地の今住んでるね、愛媛県からのプロ野球選手ですから、まあそれだけですね。それだけです。攻撃に入ります、投げた、アウトコース高め、ストライク。まずは見送りました。第2球危ない球。第3球、おーイエス、うわー、守備範囲の範囲か、お前か。6回の裏、2点を追いかけます、ジャイアンツの攻撃。ボール、完全なボール球。投球これから2球目、危ない球。投げた、決まった、ストライク。第4球を投げた、うえーい、うまいな、ほんと。どうしたんだい、俺じゃないみたい。こんだけ言ってる量産できる俺もいないからね。打率も2割9分5厘、過去一番高いよ。もちろん打数的には100打数くらいですか。それだけではまだわからないけどね。400打数以上経った時にもしかしたら2割切ってるってこともあるかもしれない。さすがこれから1割切ることはないかな。おお、3はダメ、おお、止まらねえ。本日3安打、猛打賞いただきました。チームもギリギリ勝てたし、よかったよかった。はい、本日のヒーロー選ばれましたよ。何も言うことないんだけどね。もう今季は常に本日のヒーローに立ってるから。63本打った時の輝きが戻ってきたね。あの時ももうヒーロー台立ちすぎて言うことが何もなかったから、もう聞くんじゃねえと。ホームランの感触はどうでしたか。もうそんなんいつもと同じだ。63本も打てばそれはいつもと同じだわな。感触もクソもねえわ。気持ちよくもなんともなかった、あの時は。お、なんだ、ミスター生還者、1試合に4得点する、はぁ、あー、はいはい、アンダー1試合に4本打つね。どっちがいいだろうね。得点に関してはこれチームの事情によるからね。まあでも出塁したらその可能性はあるわな。じゃあこっちにしてみようかな。1回もクリアしたことはないので、まあ下のね、1試合に4アンダー打つ方もクリアしたことはないですけどね。あれはね、3アンダー打つともう自動的に発動されるんで、まあ何度もやってますのでね。今回はこっちでチームの力を借りましょう。でもそのためには出塁しないとダメだからね。だから出塁っていうのは別にフォアボールヒットじゃなくても
普通にね、なんていうの、月崩れの間の出塁でもいいし、エラーでもいいわけだからね、得点には絡めますから。さて、じゃあ今回の実況は残る、3連戦オリックス戦をプレイしてね、終了していきたいと思いますので、ここまで出塁がめちゃくちゃ続いてて打率も3割乗りました。率系に関してはあまり気にしてない部分がね、このマイライフはあったんですけど、去年は例外ですよ、あまりにも低すぎたんでね。まあ、2割前半でいいと思ってる男なんですけど、このマイライフに限っては。ただ3割乗ってますから、なんとかこれをキープしたいね。乗ったらキープしたいよね。意識はしてないけど、本当だよ。さてオリックス行こう。1戦目誰登板だこれ。金子千尋と、うわ、金子千尋とか来ないよなって言う前にもう確認しちゃった。来ましたね。打つのが非常に難しい相手。通算、そもそも対決機会あったっけっていうね。なんか対決したことが一度もないような気がするんだけど。まあ、あったら多分打ててないってことだ。うん。あるけど、打率0割だね。一回も打ててねえや。打ててないから記憶にないんだ。そういうことだ。俺打ててないものは記憶から消すからね。投げました。外角低め。そうだろ、簡単に2球。マジかよこいつ。投球はこれから3球目。ボール、膝元外れます。カウント1ボール2ストライク。投げました。打った、アルボール。さあ投球は5球目。投げました。わあ、打たされたボールだ。低い低い低い、そこに手出しちゃ打てんよ。一生同点で迎える4回です。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。うわ、どうしたどうしたどうした、これ悪いよ、俺が出てきてる。アウト。これです。なんで今打ちに行ったんだ。連続安打、連続出塁、途切れるぞ。危ない球。第2球投げました。低めギリギリいっぱい、ストライク。第3球を投げた。うわあ、ダメダメダメ。飛距離は十分、ただタイミングが早かったか。投げた。ボール。カウントは2ボール2ストライク。第5球投げた。ボール。カウントは3ボール2ストライク。投げた。うわあ、空振り三振。球速全然速くないのに136だよ。打てない方がおかしいでしょう。同点で迎える9回。ストレートっていうのは球速だけじゃないんだな。キレだね、キレ。キレが良かったから三振したんだ。俺的には160キロ見えたよ、今の球が。低めストライク。金子千尋はもう降りた。延長に入ればもう1打席来ると思うが、4打席目で打ちたいよな。第4球はアウトロー。ボール。これは完全なボール球。カウント2ボール2ストライクです。投げました。打ちました。さあ6球目投げました。よーし、1本出た。よかったよかった。これで連続安打を6試合かな、合ってる。うん、違うな、5試合か6試合かな、7試合か、わからん。どれが正解なのか全然見つからないわ。第9投げました。ストレート見送ってストライク。一塁へ牽制球を送ります。1球目ストライクから。低めチェンジアップ外れてボール。バッターよく見ました。カウント1ボール1ストライク。タッチセーフ。赤は再三ランナーを牽制します。第3球を投げました。危ない球。ファーストランナーをチラッと見て決まった。追い込まれたらどうする。追い込んでから第5球ほら打ちました。ゲッツダメ。オーマイガー、アウト。ダブルプレイ。もうついてない俺。見事勝利を収め。コースはヒットコース。あのまま一直線にゴーンって行ってたらヒット、えーだったけどね。いつもあそこマウンドのとこ当たって打球が失速してセカンドに取られる、毎度お決まりじゃねえか。びっくりするね。これで今季7個目、交流戦1個目の併殺打だね。まあ、この1個でもう終わりにしましょう。とりあえず連続安打5試合、出塁が7試合と続いてるわけですね。どこまでも続かしていきたいね。誰、橋本と飯か。え、小川ってヤクルトの、ちょっと待ってくれ、嘘だろ。ライアン小川とは違うのか。さすがにねえわな。ちょっと待てよ、小川、いや、嘘やん、
小川がトレードされて、ライアン小川やこれ。ヤクルトのエースがトレードでうちに来た。ビッグトレードじゃねえか。ちょっと待って、なんで成立してんの。え、うち誰から、誰が出ていったのこれ。小池内野手が、は？その小池っていうのはその小川を出してまで取りたいものなの。小池、聞いたことないけどね。小池。はい、まず規定打席到達してないね。いた、こいつだ。ええー、嘘だろ。こんなレベル取るために小川出したの。ちょっと待って、もうヤクルトさん、うちの巨人にリーグ優勝させたいんだね。やばいよ、うちの投手陣。涌井さんに菅野、マイコラスに田口、そして小川だからね。今季の成績だってもう超一流級よ、これ。マジかよ。驚いた、びっくりした、突然のトレードニュース。まあ、いつもトレードニュースなんてね、軽く見逃してますよ。だってそんな一流同士のトレードなんて、まずこのパワープロでもね、あることではないですから。今回の場合は違うね。一流同士のトレードじゃない。完全にもうヤクルトさん何やってんのって。どれだけ巨人に金を渡されたのかってもう気になっちゃうね。少なくともトレードするレベルの選手ではないわ。金銭プラスでもね、あの選手プラスにお金でも。小川は手放しちゃダメだろう。俺たちが言うのもなんだけど、まあいいや。あー、でも良くないのか。小川って俺どっちかといえば打ってた投手だからね。その小川ともう対決できないってことよこれ。そこはちょっとショックだな。まあでも小川が来たことによってチームは間違いなく強化されますからね。あ、これリーグ優勝ありえますよ。このマイライフ、ここまでリーグ優勝は一回もないからね。今季あるね。今季なくても来季あるね、絶対だ。ただ今季したいよね。今日はファーストゴロとセカンドゴロ、ボール、まずは内角低め。第2球投げた、2球目ストライク。肩越しにランナー見た、1塁タッチセーフ。第3球を投げた、ボール低め、これは完全なボール球。カウントは2ボール1ストライク。追い込んで投げた、打ちました。どうだ、よーっしゃー、連続安打を続かした上に打点付きだ。いいね、ほんとこういう場面で打てる男になってるね。かっこいいわ、自分で言うのもなんだけど。今日はここまで3打数1安打。第9投げた、うわー、ど真ん中、失投を打ち損じた。もう急に来られたらビクってなっちゃってね、まず1回反応が遅れるんだよな。2球目空振り、バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、見送ってボール、バッターよく見ました。カウント1ボール2ストライク、投げました。はい、いただきました、勝ち越しのツーラン。美味しいですね、非常に美味しいです。美味しくいただきました。今季16号、止まりません、止まるつもりもございません。まだ本日のヒーローもう言うことないよ、もうさっさと帰ろう。別に敵の球場ながらだから、ちょっとヒーローインタビュー出なくてもいいでしょ。はい、気持ちのいい、これで交流戦何発目よ、何発目、4発目くらいになるのかな。始まる前は12本でしたっけ、確かそれくらいだったよね。連続安打が6試合、連続出塁が8試合ですね。出塁に関してはもうこの実況はここまで全試合と来てますからね。最後も行きましょうよ。ただここまでの展開を考えたら、最後にこの今までやってきたものが途切れるっていうのが俺の実況。確か2回連続で続いてるんじゃないかな。これ実況何回目だ、40、わかんねえ、その辺ちょっとあやふやだけど、前回も連続安打かなんか続かしてたところを最後打てなくて途切れた。その前もそうだったんだ。同じ展開になるのか。せめて出塁だけでもね。いや、安打も打っていかないとね。いや、ホームランもね。全部続かしていきましょう。さて、この実況は最後の試合。気合を入れて、力入れすぎて、兵こがないようね。俺、力入れると兵出る。兵出ないようにホームランを打ちましょう。投げました。見送ってボール。カウント1ボール1ストライク。打率も再び3割乗ったね、これ。投げました。外角、外れてボール。カウントは2ボール1ストライク。投げた、危ない球。第5球、
投げた。ああ、どうだ、頼む、スタンドイン、スタンドイン、スタンドイン、ウェーイ、なんでだよ、せめて最悪フェンス直撃だろ今の感じは。後ろ向いたじゃん一瞬。このフェンスまでの距離を確認したのか。あ、デッドボールだ。ふざけんなよ。はい、これで出塁は続きましたね。嫌な感じだよこれ。せめてヒットでっていうとこだったけど、連続出塁はまさかのデッドボールという形で続く形になりましたね。はい、いただきました。デッドボールの借りは返したぞ。今季17号目、馬し。点差を広げる2点目が入りましたよ。今日はこれで勝ったらいいね。おわ、ボコボコだ、遠慮ねえな。まあ敵チーム遠慮する必要性もないしね。危ない球、第3球はストレートはボール、カウントは2ボール1ストライク、投げました。おー、どうだ、落ちた、危ないとこ、また併殺だかと思った。2安打2打点、2安打2打点で、デッドボールで3出塁。やっべ、今日は俺やっべ、投げました。これはどうだ、イエーイ、ヒット3安打。これね、あのこの実況の1試合目の逆バージョンじゃないかな。だよね、逆バージョンだよ。1試合目、この実況の1試合目はフォアボールフォアボール、ヒットフォアボール、ほんで最後凡退だったんだけど、この試合に関しては最初に凡退してその後全部ヒットですからね。デッドボール、ホームラン、ヒット、ヒットですから、はぁ、あ、はい、続きましたよ。ホームランも出ました。最高の終わり方となったね。気持ちいいよ。今季17号止まりません。俺はデッドボールは痛かったけどね。あのデッドボールがあったから怒りのホームラン&その後のヒット2本続いて猛打賞ですからね。あのデッドボールがなければ今日は凡退してたということもあったかもしれない。俺に火をつけてくれたね。当たり前だろ、いい働き以外に何があるんだぞ。分かってることを言うんじゃねえよ。これで働いい働きじゃなかったら何なの、もう超ブラックだね。何すりゃいいんだよ。4打数4安打かで、4本塁打4打点か、あ、言ってみろ。ベイト、わあ、うちのチーム新外国人が来たね。取りまくってるけど活躍した覚えがないんだよな。絶対これも活躍しない。シーズン途中で取る選手って絶対活躍しないからね。ちょっとベイトさん見ていきましょうか。はい、次回は西武戦から始めていきますのでね、残る、交流戦のカード3カードプレイしていきたいと思いますのでお楽しみに。先ほど取ったベイトはどこにいる？2軍か。はい、いましたね。あ、でも能力的には別に悪くない。うわー、これ前、今やってる巨人のペナントの方で来てくれたらいいのね。絶対活躍すると思うわ。欲しいな、これ。こういう選手は取ったことないからね。はい、じゃあ最後成績見ていきましょう。ここまで39ゲームをプレイして、打率は3割1分4厘ですね。キャリアの中で見ても当然この年が一番高いですけど、まだ39で153打数ですからね。素直には喜べないよ。ここからキープしていかないとね。で、153打数の48安打。二塁打は今回1本も出ませんでしたね。珍しいよ。5本ですね。三塁打0、本塁打17本です。打点は41打点。得点圏打率は驚異の4割3分9厘。今までで一番高かったのが3割ですからね。それと比べたらだいぶ高いよ。で、得点29得点、三振が22、フォアボールが9個、デッドボールが2個ですね。犠打が1、犠飛は0、併殺が7個。出塁率は3割6分まで上がってんのか。はあ、やばいね。このままいけば初めてキャリアで3割5分以上を残したことになるね。で、長打率は6割8分、 OPS も 1.04、 10割超えでございますよ。素晴らしい。猛打賞も今回の実況だけで2回で、合計今ここまで4回ですね。対左も3割5分3厘、今まで苦手にしてたものをね、ほら見て分かる通り、これ全部落としてきてたからね。4年目までは2割9分6、2割5分、2割1分2厘、1割6分1からの流れで3割5分3ですから、完全復活だね。対右もよく打ててますよ。で、現在のランキングを確認するとですね、首位打者は坂本の3割5分3厘。うわぁ、阪神のこの2人頑張ってるね。すごいわ。私はリーグ8位に入ってますよ。今まで打率ランキングトップ10に入ったことなんて1回もなかったんだけどね。嬉しいわ。
安打数でも私リーグ9位に入ってますね。トップは坂本の55、本塁打では17本で私がトップ2位とは7本差。こんな感じでいけばホームラン王は間違いなく取れるね。打点数でも41打点でトップですが、2位の田中、広島の田中とは5打点差なのでまだ油断ならないかな。得点圏打率でも私はリーグ3位、1位は田中ですね。で、盗塁では12個で上田、全体的に少ないような気がする。もっと頑張ろう。で、出塁率も4割2分4厘で、これ山田ですね。なんで OPS で、はい、山田を抜いて、現在私がリーグトップの OPS を叩き出してるということでございますね。ほんとこの交流戦でも遠慮なく打ってますからね。次回の実況でも当然遠慮なく打っていきましょう。誰にも遠慮することなくね。OK、じゃあグッバイ、また会いましょう。